はい、皆さんこんにちは、北条元春です。今日はですね、ある一人の患者さんの私目線から施術を振り返ってみてどんな感じなのかというようなことをお話ししていこうかなというふうに思っています。まずですね、来られたのは60代の女性の方です。いわゆる美容外科っていうようなものはちょっと顔が変わっちゃったりとか、明らかに下感があるのでやりたくないというようなことをおっしゃられていました。でこの写真がまあ術前なんですけれども、だいたいまあ特徴的にはそのこの目の下の部分ですね、この下の部分、眼下内脂肪というものがこう出てるということになります。それから、おでこの部分、まあ、シワが寄っている、眉間の部分がシワが寄っている、目の上がくぼんでいるみたいな、これ当たり前のことなんですけれども、こういうような願望が出てきます。皮膚の張りを戻すとどこまで変わるかというのが、まあこれからお見せする今回の動画のメインなんですけれども、ここで一つ言うとですね、複合的にできてきたものなんですね。老化というのは皮膚の緩み、それから眼輪筋という表情筋の緩み、それから眼下内脂肪とかですね、皮下脂肪、そういうようなものが複合的に出てきてますので、皮膚の再生医療というのは皮膚だけを治すものですから、皮膚の再生医療で全てがバラ色に変わるということはないということはまずご承知おきください。ただし、皮膚の再生医療で皮膚の張りを戻すとどれだけ変わるのかということは、まあ、次の施術内容とか、まあ、術後の写真で見ていきましょう。これはですね、麻酔を顔中全体に塗ったやつから、まあ、施術する部分だけ麻酔を取っていきます。もう全体剥がしちゃうとね、時間がだいたい 3,40 分かかるので、全体剥がすと後でやるとこが痛い痛いって麻酔が切れちゃうので、今回おでこだけをやります。これで見てみるとシワが出てるんですけども、まあ、こういうふうにシワを寄せて、どこにシワがあるかということを確認しています。シワを潰すという感覚ではなくて、基本的にそのヘルニアもそうなんですけど、一番症状が出ているところを補強して、またさらにその上で全体を皮膚を、まあ、治療するということです。まあ、例えば、ここの眉間の部分であるとか、この出ている一本の大きなシワとか、そういうようなものをちょっと補強するということをします。症状が出ているところだけをやってもしょうがなくて、やっぱりそれを治療した後、シワ寄せが来ているところを治療した後に全体を補強しなきゃいけないので、まずはシワ寄せが来てシワが出ているところを補強する。まあ、それもシワの部分だけではなくて、こう見ていただくと分かるようにシワの周りをこういうふうに全体的にこう補強していくというようなことでやってます。まあ、これかなり拡大していると針が太いように見えるんですけれども、この辺の 毛と比べてみて分かるんですが、産毛がこのぐらい太く写ってますので、まあ、毛と同じとは言いませんけども、ちょっと太い毛ぐらいな針の太さです。ちょっと専門的なことなんですけれども、シワっていうのは一本の線だとこうシワとして認識されるんですね。で、例えばシワが線が途中で途切れてると一本の線としては認識されませんので、一本のこう傷跡になってるとつれてすごく目立つんですけれども、それをジグザグの傷跡、本当に細かいジグザグの傷跡にすると本当に分かんなくなる、遠くから見ると分かんなくなる、まあ、傷が消えたように見えるというような術式、まあただあるんですけれども、そういうような手法を取ったりしながら治療していきます。目の錯覚を利用する、そうですね、目の錯覚を利用するというのもある。でまぶたもですね、この部分っていうのは眼下内脂肪が緩んで、眼下内脂肪が下に落ち込んできて、まあ、へこんだ部分ですね、同じ容量のものがこう落ち込むので、こういうような回転をして、まあ、眼下内脂肪がこうなってここに目玉がはまってるとしましょう。分かりやすく言うと、これが目玉、これが眼下内脂肪ですね。こういうふうになってるということです。こういうふうになってると、この下の方が出てきて上がへこんでくる。そうすると弱い皮膚の部分がへこむということです。で、そのへこんでしまった部分を補強しているということですね。ただこれだけでは完全ではないです。補強しつつ全体の皮膚を広く治療するということをします。これは今目の動きを見、目を動かしてもらってですね、こう眼下内脂肪がどういうふうな位置にあるのかっていうのを確かめている。眼球があって眼下内脂肪がこうなってこう落ち込んで上がくぼんで下が出てくるみたいなやつが、眼球を動かすことによってこれがこういうふうに
眼下内脂肪も動くので、どういうようなあのヘルニアを起こしているのかっていうのを今確かめてます。この時患者さん痛そうにしてたりしてました？いや、目の下って自分自身もやってみたんだけど痛くないんですよ。どういうことかというと、神経終末といって痛みとかそれ暑さとか触られたっていう風に感じるのが目の際だと、もう皮膚の直下に、表皮の直下にあるんですね。で、直下にあって鈍感なところっていうのはかなり奥深いところにあるから、まあ触られても鈍感なんです。もう神経終末が奥にあるところっていうのは、これぬるま水薬ですから浸透するのに、深さに、時間によって深さによって浸透するので、敏感なところはすぐ神経終末まで浸透してすぐ効いちゃうんですよ。で、効きも強い。だから目の下敏感なところはこういうぬるま水薬っていうのは非常に有効で、鈍感なところっていうのは麻酔薬にも鈍感なので、奥の方に神経終末があるので効かないということになります。まあちょっと脱線しましたけど、まあ、こんな感じでやってもあの多分痛みはないと思いますね。見ていたポイントがですね、皆さん見るポイントがやっぱりどうしてもほうれい線が消えたとか、マヨネットラインが薄くなったとか、この眼下内脂肪の飛び出がへっこんだとか、ここが出たとかっていうようなことを言うんですけど、私はこう全体の面として見てますかね。まあ、ポイントポイントで目に行くというよりも、まあ、このフェイスラインがどうなったのかなとか入れ替えてみると分かるんですけど、ちょっと実演の写真です。やっぱりこう全体的にこれがこう下に落ち込んでるような感じがすると思います。術後の写真を見てこう全体的に上がったような感じがすると思います。で、ここの眼下内脂肪の飛び出っていうのも抑制されます。で、まだ1ヶ月目ですので、もう少しこの辺とか上の点、張りが出てくる、まあ、おでこのシワも消えてくるかなと思います。おでこのシワも術前を見ていただく、術前を見ると減ってるっていうのが、薄くなってるのが分かる。そうですね、薄くなってると思います。私は60代ぐらいの人には10歳ぐらい若返るよっていうことは言うんですけれども、30歳の人に10歳若返るとは言えません。それは無理だよっていう話もしますね。私目線で見た解説をさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構辛口な人でしたね。まあ、よくなりましたねってこう写真を見て言うと、うん、まあまあかな、こんなもんかなみたいな、非常にドライな感じで話をしてましたね。で、やっぱりそれっていうのは分かるんですね。やっぱりその1ヶ月2ヶ月3ヶ月って徐々に徐々に変わってくるので、毎日鏡を見てたとしても分かんないんですね。やっぱりこの治療っていうのは徐々に徐々に変わってくるので、だから、まあ、そういうような感想を持たれるという人が多いですかね。ただこの人は、まあ、完全無料モニターだったんですけど、今後も続けていきたいということで、通常の保管料と通常の治療費を払うのでということで手続きをしていかれました。つまり満足していただけたというか。そうですね、まあ、辛口でしたけど満足していただけたと、はい、もう必ず言えることはですね、顔全体が張りが出て若返ってくると、着てるものとかそれからお化粧とかが違ってきます。ほとんどみんな違ってきますね。それから中には体型まで変わっちゃう人っていうのもいます。もうすごくほっそりしちゃって、なんですかね、もう全体的にもう顔も10歳若返ったら、もう持つものとかファッションも10歳若返ったみたいな人っていうのはもう全然珍しくないですね。だからそういうのを見ると、あ、良かったなっていうようなことは思います。まあ、くれぐれも何回も言いますけれども、肌の再生医療というのは皮膚しか再生しません。下の脂肪とか筋膜とか筋肉というのはそのまま置き去りになっているので、これで全てが解決する、これで全てがもう夢のようになるということはないということを理解した上で、施術を受けてみてください。まあ、今全国どこでも結構いろんなクリニックで受けれるようになってますので、まあ、検索していただくと全国に今提携しているクリニックが50件ぐらいありますので、お近くのクリニックにぜひ、まあ、話だけでも聞きに行ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。